県内の農林水産業の発展に寄与した団体や個人を顕彰する第26回愛媛農林水産賞の贈呈式が2日松山市大手町1丁目の愛媛新聞社で行われ、優秀賞2団体、奨励賞2団体1個人を表彰しました。愛媛農林水産賞は愛媛の一次産業の振興を図ろうと、愛媛新聞社が1992年から毎年実施しています。今年は優秀賞に松山市の愛媛県栗研究同志会と、同じく松山市の愛媛県椎茸同志会、奨励賞に大洲市青年農業者協議会、西条市の入川地区地域水産業再生委員会、大洲市の上川勝利氏を選びました。式には行政や農林水産団体の関係者などおよそ90人が出席し、選考委員長の愛媛新聞社土井秀夫社長が受賞者に賞状を手渡しました。受賞者を代表して愛媛県栗研究同志会の大野智隆会長が謝辞を述べました。農林水産業を取り巻く環境は目まぐるしく変化を続けております。その中でこの受賞を新たな出発点として、本県農林水産業の発展のため全力を尽く所存でございます。愛媛大学大学院農学研究科の松岡敦史教授による農地問題についての記念講演も行われました。